こんにちは。1月の料理を担当させていただきますキッチンソムリエクッキングスクールの宮田真子です。よろしくお願いいたします。今回の料理は冬のお野菜、特におせちで残った材料、あとお鍋で残った材料を使いながら、お家でも簡単に夕飯の一品になるようなお料理を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。魔法の唐揚げになります。高野豆腐と豚肉でするヘルシーな唐揚げになります。で、材料の方ですね。材料もすごくシンプルになりますので、戻した高野豆腐ですね、お水で戻していただいたらいいと思います。で、ニンニクと生姜すりおろしたもの、これもチューブのもので全く問題はありません。あとは調味料と衣に使う小麦粉、片栗粉、あとは黒ごま、白ごまでも大丈夫です。で、卵1個使います。で、お肉はもう豚の細切れ肉でもバラ肉でも何でも残っているもので構いませんので、こちらを使用します。切り方です。切り物も少ないので高野豆腐と豚肉を切るだけになります。戻した高野豆腐、しっかり水気を絞っていただいて短冊切りにしていきたいと思いますので、薄めの短冊切り。で、あとお肉の方は大きければ一口大に1センチ幅ぐらいでいいので、ざく切りしていってください。では合わせていきますので、まずお肉ボウルに入れていただいて、調味料ですね、お醤油の方とオイスターソースとお酒、まずこれをしっかりお肉に揉み込んでいただいて、お肉に味をしっかり吸わせてあげてください。これポイントです。お肉に味がついてるととっても美味しい唐揚げになります。汁気がなくなるぐらいまでしっかり揉み込みます。その後具材の高野豆腐、あとニンニクの生姜で、さらに混ぜていきます。味付けはこれだけです。次は衣になりますので、この中に直接薄力粉大さじ2杯で、片栗粉も大さじ2杯、両方入れるとサクッとした食感で美味しくなります。で、つなぎに卵1個で、まずこれでよく混ぜ合わせてください。ここでもしまとまりが悪ければ、片栗粉か小麦粉を少し足していただくといいです。最後にごまをたっぷり入れていただいて合わせていきます。これで出来上がりです。ここから揚げていきたいと思います。で、こちらを揚げていきます。大きさはもうお好みで、お弁当に入れられる方は小さく、大きくしたい方は大きくで構いません。もう手の方で一口大にまとめていただいて、180度に熱した油で手に気をつけて入れていってください。普通の唐揚げより火通りは随分早いですので、表面がきつね色になれば出していただいたら OK です。とてもヘルシーで、食べた感じが鶏肉みたいな食感の高野豆腐になるので、お酒のおつまみにも向いてます。このようなきつね色になってきて上に浮いてきたらもう大丈夫です。で、音もパチパチっていうね、高い音になってくれば火は心配なく通っておりますので、油を切って出していただいたらいいです。